能登中島駅は、石川県七尾市中島町浜田にある、能登鉄道七尾線の駅である。愛称は、演劇ロマン駅。東駅付近に所在する能登演劇道に由来する。七尾市中島地区の中心駅で、七尾駅方面への通勤、通学に利用されている。また、二十時代に東駅で折り返し七尾駅の列車が、設定されている。駅舎用庫には、 郵便車が保存されている。かつては、駅東側の3番線に保存されていたが、現在は、駅車用庫の旧貨物用側線に移動されている。この郵便車は、能登線の交易に保存されていたもので、能登線の廃止に伴って、当駅に移動した。2015年4月29日から、能登里山里会合の運行時には、 野と中島駅で10分から15分の停車時間を設定して、前述の郵便車を見学できるようにしている。なお、平日の一部時間帯でも見学可能となっている。簡易委託駅で、早朝と夕方以降、土曜、休日は無人となる。事務室の穴水寄り部分を改装して2017年から、地元野菜や土産物を販売する売店。 駅マルシェが営業している。2019年には、中島地区でテントなどを扱う企業、株式会社川店に運営者が変更され、店名も、駅マルシェワンダラーズずとなりグッズ販売や軽食を提供している。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅。短式の一番ホーム側に駅舎があり、 湖泉橋で連絡している。駅東側は、鉄道公園として整備されており、3番ホームに、鉄道公園口という出入り口が設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は115人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。駅前には、タクシー乗り場、無料の駐車、駐輪場が整備されている。また、 中島商店街があり、他にも中島地区の特産品であるカキや中島菜を使った飲食店や水産業者が集中している。駅前に七尾市コミュニティバスの中島駅前バス停が設置されている。かつて北陸鉄道が七尾駅中島と議館を1時間に1の2本の割合で運行していたバス路線、七付線が運行され中島駅七尾間で 国鉄7尾線と競合していたが、利用者の減少等に伴い2018年3月末で廃止された。ありがとうございます。